はい、ドラミです。現在ですね、私は滋賀県東近江市のですね林道の方を走行中でございますが、ちょっとね開けたこのようなですね広場を見つけましたので、今回新たにですね購入いたしましたカーサイドタープ、こちらのね試し張りの方をしてみようというふうに思っております。今回ですね購入いたしましたカーサイドタープがですねこちらとなります。ちょっと見づらいかもしれませんが、こちらヒルストーさんのですねカーサイドタープ、まあ、正確にはですねカーサイドシェルターとなります。そしてこの隣にあるのがですね、まあ、私がもともと持っていたタープということで、まあ、同じくですねヒルストーンさんのタープということで、これは前回のですね列島縦断林道旅の時にもですね貼っていたタープとなります。まあ、このようにですね置きますと、まあ、タープに比べるとカーサイドシェルターの方がですね幅もだいたい 1.5 倍ぐらいでしょうかね。そしてね重さもですねしっかりとずっしりとしております。ということで今回購入いたしましたこのカーサイドシェルターの方ですね、一度試し張りの方ですねしてみようと思います。はい、ということでですね、まずはメインフレームの方2本ですね通して一応立てました。次はですね、ブリッジになる部分、これをね入れていきます。左右からですねクロスするような形でメインフレームを張って、で次こっち車側に来る側ですね、こちら側にも1本こうブリッジみたいなですねフレームがあるということなんで、まあこちらを通しました。この端が車について、そしてこちらが2つでですね地面にペグダウンするようでございます。この状態でですねカーサイドジョイントですね、キャプテンスタッグのこちらの方にはめていきます。カーサイドジョイントで今取り付けてみました。あとはね、下回りペグダウンをすれば一応完成ということで、そして今はねフルクローズの状態ですね。まあ、この状態だと例えば夏なんかですね、ご飯食べる時でもこうランタンつけてると虫が寄ってきちゃうんでね、まあ、そういったものも防げる。あと、まあ、冬場はですね、まあ、タープの状態だとすごくね寒いので、このフルクローズの状態で、暖を取ることもできるということですね。それではこの状態からですね、フロントを上げてですね、実際にタープにしてみようと思います。でここにねファスナーがありますので、まずファスナーを上に上げていきます。はい、もちろんですねこれを上に上げてポールを立ててですね、ひさしを作ることもできるということですね。まあ、今日はねちょっと林道走行中で時間がないのでね、ちょっとそちらの方は今回はちょっとパスしようかなと思いますが、とりあえずはまずタープをね作ってみます。はい、こっちもですね、引っ掛けました。こうすればですねここねメッシュなんですよね。こうメッシュで風通しがいい状態で一応フルクローズということでね、虫なんかも防げて、この状態だったら夏場なんかもね、まあ、涼しくね過ごせるんじゃないかなと思いますね。ということで続いてですね、この網戸もですね上げてしまって、普通のカーサイドタイプにしてみようと思います。またここにもですねファスナーがあって、これも上げていきます。はい、ということでですねメインのですね幕、そして内側のメッシュもですね上の方に折りたたみました。だからここはですね、空間となっております。さらにですね、
横側も巻き付けまして、いわゆる私がね、もともと持っていたカーサイドタープのようなですね、形にもなるということですね。なので、展開の仕方としてはですね、まずフルクローズの状態が作れるということですね。あとポールを立ててひさしにできる、あと、まあ、メッシュにして表をですねメッシュにしてフルクローズ、あとはですね両サイドもですね、メッシュにして、風通しよくすることもできるということなんでね、最後ね、畳みながら畳もね作ってみようと思います。はい、そういたしますと正面はですね、完全に開いた状態ですね。そして、横はクローズになった状態、この状態からですね、ここね網戸にできるんですよね。やってみましょう。はい、そういたしますと見えますかね、ここはね網戸になるんですよね。ではですね、中の方からよいしょ、こうすればですね、ここ、まあ、メッシュになっておりますということで、風通しよくしながらかつですね、虫よけにできるということでございますね。これ左右すればねすごくね風通しよくなります。なので夏場のキャンプ、まあ、虫よけ対策だと横をメッシュ、あれだね前もメッシュにした状態でここでね中でご飯食べればね快適に過ごせれるんじゃないかなというふうに思いますね。頂点の部分にはですねフックがついてるんで、まあ、ここにねランタンなどを引っ掛ければ明かり取りできるということですね。はい、ということでですね、今期はですねこちらのカーサイドシェルターをですねメインにね、使っていこうというふうに思っております。ではですね、最後ねフルクローズにして、防水スプレーねちょっとかけてから、撤収作業しようと思います。はい、ということでですね、もうせっかくなんでですね、両方貼ってみました。こんなことする人は多分初めてじゃないですかね。ということでこの右側がですね、今回購入いたしましたカーサイドシェルターの方ですね。そしてこちらが私がもともと持っておりますカーサイドタープということで、ただねこれね面白半分でね、貼ってみたんですが、大人数でね、まあ、こっちのグループとこっちのグループとねここ二手に分かれて過ごすこともできますし、まあ、こっちね日中はこっちで過ごして、夜になったらね食事なんかはこちらで取るっていうのもねありじゃないかなっていうふうに思うんで、もしね幅がね制限が限られてるところのオートキャンプ場なら難しいかもしれないんですが、割とね自由にタープとかねテント張れるようなところだったら、まあ、こういうね展開もねありかなというふうに思います。まあ機会があればねこういった運用もねしてみようかなというふうに思います。皆さんいかがでございますでしょうか。これ2つ合わせてもですね2万円ですよ。はい。